イソッチの自己肯定感低めラジオ。皆さんこんにちは、イソッチこと磯村智美です。こんにちは、シモンこと橋本優希です。この番組は自己肯定感が低空飛行な2人が発信する心を育む系ウェブラジオです。はい、でもツイッターには怪しい番組だと思われている元田ユディクさんのツイートでですね。そうね、ひくらじのハッシュタグを使うと、うん、悩みあるの？そう僕たちに何かあったら言ってねみたいなところに誘導されるんですよね。ね、引くがいけないのかな。引くだけだったらちょっとなんか早とちりだよって感じがしない？引くなんてつく言葉たくさんいっぱいあるよね。あるよね。引く手あまたとか。ああ、いいですね。入れてみるちょっとやってみましょうか、うん、入れてみますよ、ハッシュタグでね。引く手あまた、あなたの思いをそのまま聞かせて。引くがいけないの？あのね、ハッシュタグ引くで、もう行く、ハッシュタグ引くだとこうピアノ弾いてらっしゃる方のそうだよ、ね、ツイートとか出てきちゃうから、あと綱引きとか出てきちゃうから、うん、なんでしょうね。なんか大丈夫っていう、なんかあなたこそそうですね、なんかお悩みですかみたいな。我々をね、救おうとしすぎてあなたが囚われているんではないですかっていう、なんか、ね、とにかくこの番組は、まあ、そういう番組ではない、楽しい育む系ウェブラジオと。そうですよ、いうことですが、ポジティブ。疲れましたね、結局言うんだ疲れたって言っちゃうん、言ってしまった。あれですな、またスーパーバニーマン2をやって。そうですね、2じゃないな、スーパーバニーマンの2回目をやって、そうやってきました。ご視聴いただいた方ありがとうございました。ありがとうございますね。もう早速さっきの実況終わって1時間ぐらいしか経ってないんですけど、お便りいただいちゃったので紹介しますね。はいはい、ひくらじネームもっちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、シモンさん、ひくらじは、ひくらじはバニーマンの配信リアルタイム視聴できました。今回もたくさん笑わせていただき楽しい時間をありがとうございました。いや、こちらこそです。チャットも参加しましたが、皆さんのコメントも面白いですねそれだけでも楽しめました。よかった。このネタ知ってるって思いコメントを打ったりもしようとしてたのですが、次々話が進んでいき何度も遅れませんでした。初心者あるあるなんでしょうかね。なるほど、はい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 。文章の内容が薄くて申し訳ありませんが、楽しい時間を提供していただいた感謝の気持ちを述べさせてください。ありがとうございました。この後のラジオ収録、新しい動画のテストなども楽しみにしていますが、お体だけはご自愛ください。お、ちなみに今回の配信で磯地さんがシモンさんに対してお前と叫んだのが一番ツボでした。それではあったかなあったあった、結構序盤の方にお前あんまりね覚えてない、なんか若干チャット欄がざわって私ちゃんとチャット見てたはずなのに。あれがもっちさんだったかな、どなたがざわっとしたかまでは見てなかったけど。ざわ、なんかね最近ね、うん、磯地と仲いいんですよ僕。ああ、あの壁が取れたってことですか。壁取れてない、いやあんまり私変わってないと思うけど私はね、いや、あの磯地からの壁が取れたような感覚が最近あって。あ、本当ですか。うん、まあ違うねこれね、ふんってあれ違うみたいな空気を出さないそこで。そうだね、最近のやりとりが一枚砕けた感じになってたから。おそうかな、あんまり変わんない気がするけど。いやでもなんだろうな、シモン氏のその編集した時のこうやりましたよっていうのが、ご指摘いただいたところを改善したとか書かれてくると確かになんかそれに沿って返さないとダメかなってこっちも思って、はいはいはい、あ、そっか、うん、僕か僕だ、壁があるのごめん怖い、なんだこの話、なんか囚われていたのは自分っていう話がずっと続いてるよこれ。あれだな、まるで13系防衛圏のようなどんでん返しがというところで、そのまま13系防衛圏のお話に行きますかね13系防衛圏、私ね、あの、はい、前回、うん、めちゃめちゃうまくできなかったんじゃって話したじゃないですか、うんうんうん、であれで、うん、みそぎではないですけど、はいはいはい、自分的にはねなるのかなって思ってたんですよ、うんうん、そしたら、うん、全然そんなことなかったらしくて、13系防衛圏の生配信をやっている私の夢を見て、うん、もうほんと出だしからめっちゃ噛んでんの。あらあらあら、でめっちゃ噛んで、うん、全然いないはずなのに三石琴乃さんが現場にいらっしゃって、あら、すごい怒られたの夢で。い
や完全にひくらじの世界だったんですよね、うん、前回のシチュエーションに前々回の三石さんがやってきて、そうそう、季節を抱きしめての三石さん、もしくはキャサリンの三石さんに怒られてるのっていいよね、はい、本当じゃなければっていう、うん、いいよいいよっていう話をしてたのがもうミックスされちゃって辛いところだけ抽出されて夢を見て、 いやもうなんか起きたらすっごい疲れてんの今から見たら本当じゃないけど夢の中では本当だから、そうそう本当だったからものすごい詰められちゃったのね。朝起きて、うん、コーヒー 1,2 杯飲んでから、うん、ちょっと現実を受け入れて、はい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 、ありがとうございますっていう気持ちになったけどあの VR 三石琴乃さんみたいななんだこのサービスは気持ちにはなったけれどすごい落ち込んだまさか時空を超えて三石さんがだからね結構1週間引きずって元気出してよ辛いってなってた。いやでもほら見ましたよツイッターで13騎兵防衛圏で素敵な縁があったと、そうそう勝手に書いていいのかなっていうところがあって、あ、はいはいはい、ちょっと書くのは迷ったんですけれど、うん、始まる前に生 DJ をされていたベーススケープのお二人とお話をさせていただいたら、うん、金田さんがグリムグリモアをやってらっしゃった時に私、うん、ゲストに出ていただいたことがあってラジオで週刊シャキシャキジーパラさんでやってた。でその時のことを覚えててくださって、うん、ほわーみたいな嬉しいってなって、そしたら隣にいらっしゃった工藤さんが実はそのシャキシャキを聞いて、うん、ベーススケープの入社試験を受けたんだと、うん、それもすごい話やな。ねえ、ねえ、すごいありがたって思って、うん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 、ジーパラさんはタテッチが担当してた番組なんですよね、うん、いやもう全てがつながっていくな。そうこれだからタテッチにもねちゃんと連絡したんですよ、うんうんうん、すごないすごないっつって、うんうんうん、そしたらタテッチさんは工藤さんはワイラが育てたと言って過言ではないそれ紹介して大丈夫だったやつかな。ちょっと待ってみたいな急なやつ来たな。おい、いやいや一応でもねそれは冗談ですと、まあまあそらそらそうでしょうけどちゃんと訂正が来て、いや我々の番組貴重な番組だったんだねしみじみっていうのと、 あと金田さんの喋り方がある、うん、ラジオの時と変わってなくてすごくほっこりしたみたいな、うんうんうん、いやすごいですね最近来てるじゃないですか。なんだろうねこの過去が今につながっているみたいな、うん、なんか本当によくできたアドベンチャーゲームのようなねえ何年越しようみたいな、やってきたことがでもこう思い出ではないけど、うん、その中の人の中には残っていて、うんうんうん、こんなところでっていうね、それがつながっていくんだもんな。そうなの、あサイトがなくなって、うん、配信はもうされていないけれど、うんうんうん、確実にあれはあったんだみたいな、なんていうのすごいでね、うんまあ、こちらもツイッターで見ましたけど、うん、荻島先生も買おうかなと、そうそうねえありがたい、なんかもうどんどんつながっていくこの感じ。本当申し訳ないのはね、あの商品説明の時に噛んでしまったメーカーの皆さんには本当申し訳ないので、うんうんうん、ツイッターとかでそこは私が宣伝される、宣伝していこうとまあちょっとそれはねまた今夜三石さんに怒られてください夢もう一回見るのかそう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 、まあ、僕も宣言通り買いましたか。買いましたよ、やった。まだ途中ですけど、うん、いやあれ止まらんね。止まらんでしょ。止まらん、やばいわ。なんかねいいんだよね、あの青春劇としてもすごいいいし、うんうんうん、ミステリーオンミステリーみたいな、うんうんうん、バランスがすごいいいなと思ってて、うん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 、前も話したけどロボ系苦手とかって話もしたし、うんうんうん、あとなんか結構コテコテの恋愛系も、まあ、はいはいはい、わかるわかる、ね、なんかちょっと、まあ、ときめもやっといてあれかよって話ですが、うん、それを押し出されると辛かったりするんだけど、うんうんうん、ちょうどいいし、そう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 、うん、絶妙なバランス感覚。キャラクターとかも、うんうん、まあ割とすごいことをするじゃない。するする。冬坂さんとかは遅刻遅刻からのパンチラをするわけじゃん、うんうん、そうね。でもなんかそれがありがとうございますだけど、なんかいやらしくないというか、うん、あ、そうだね、全然いやらしいとかはなかったな、うん、様式美ではないけれど、うんうんうん、1985年のテンプレを作りたかったのかなとは思うけれども、あ、はいはいはい、そうね。なんかねキャラクターがそれに対してポーっとなっちゃったりとかするのも、うん、本当、うんうんうん、高校生の等身大のポーっ
っていうか、うん、そうね、等身大のポーはちょっと面白かったけどポーを今、うんうん、等身大のポーなのか等身大のポーなのか、なんだろうな、ポーのイントネーションが平板なのか平板じゃないか急にそこにそう、どうでもいいことを考えちゃう。なるほどなるほど。そしたら等身大のポーっていうね、ちょっと崖の上のポリオみたいなのができた新しいキャラクターが、またそういうこと言うと日向さんがさらっと書いてきちゃうから、等身大のポーを書いてくれるかな、ポーの一族またクラウドシンクの声良くないあのだからちゃんとわざわざ俺一生懸命音を上げて聞きましたよ。あ、本当に分かってくれる、あれあれ気持ちいいね、確かに。でしょう、なんかいいよね、いい、なんか自分でやりたくなる、自分の考えを、ね、そう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 私もしばらくそれやってた、なんか気持ち的に。ああなるほどなるほど。またちょっとタイミングを見て、いいですね、感想はこのラジオでお伝えさせていただこうかなと、うん、ちなみにね、あのデスチャタミの方も買ってくれましたよデスチャタミの人いい人しかいない、ありがとう。もうみんなつながっていけばいいんだよ。人類保管計画みたいなこと言いましたいやちょっと待ってそういう感じでされるとまたなんかドロドロになっちゃうからやめよう。はい、それでは始めていきましょう。イソッチの自己肯定感低めラジオ、エゴ解放できません。この番組は我々自身の提供で YouTube、Spotify よりお送りしています。ひくらち、改めましてイソッチです。シモンです。じゃあお便り読んでいきます。はいはい、ひくらじネームミスったドリラーさんからいただきました、ありがとうございます。死んじゃう磯地さん、下さん、ひくらじは、ひくらじは、ひくらじは、いつもお二人やリスナーの皆さんのひくひくエピソードを共感しつつ楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。私は磯地さんが出演されていた PSC、 ほうほう、ペルソナストーカークラブですね、がきっかけで羊毛フェルトをはじめジャックフロストやマーラ様をちまちま作っております。きた、うん、磯地さんは最近フェルトで何か作られましたか。またシモンさんは手芸やプラモデルのようなものを作る趣味はお持ちですか。もしよろしければ教えてください。長文失礼いたしました、うん、追伸、ご多分に漏れず私も自己肯定感が低く、月に何度も自己嫌悪という心の穴掘りをしては潰されています。あ、だからドリラーさんなのか。このラジオを生きていく上での酸素補充カプセルとしてこれからも楽しみにしておりますので、末永く続くことを切に願ってます。ほう、ありがとうございます。私電話の横に、うん、ミスタードリラーの、うん、ちっちゃいフィギュア置いてあるどうでもいい。そっちにいろんなものあるね、本当に。そうね、フェルトはね、うん、PSC で来てくださったのそこ先生に2回来てもらったんですよ、うん、PSC の中で、はいはい、その後習いに行きましたよ、もう1回前ひくらじでもそんな話されてましたよね、うん、そう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 、でその後はねやっぱりちょっと行きづらくなっちゃったりとか、うん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 、まあね、状況も状況だけど、ね、開催自体がされてなかったりとかね。あれって家でやれるやれるやれるんですか、うん、スペース的にもスポンジの大きさがあればそこでチクチクやれるから、はい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 、ただ毛がね、毛がすっごい飛ぶからもう掃除機は真横に置いてみたいな。あー、なるほど、そうなんだね、うん、最近作られましたかと。その時に作った猫以外はふわっとした猫を作って、はいはいはい、それのトリミングをしたぐらいかな。あ、本物の猫みたいだねで、あとちょっと時間が足りなくて舌がつけられなかったの、ベロ。あ、ベロで、ベロ分もらってきたからどうもベロをね作って、ベロをペッてつけてあげて、あー、うん、なるほど。結構あれなんですね、羊毛フェルトやられてる方がいらっしゃるってことは ね、のそこ先生きっかけでやってくださる方多くて、うんうん、20周年フェスでものそこ先生監修のモルガナキットとか発売したんですよ。あー、なんかそれは見ましたよ。あれもね、好評なことに売り切れてしまい、いやー、僕あんまり手が不器用なんでね。あー、そうなんですね。絵は、うん、絵も多分そっちに比べたらそんなに。なるほど。一応ウェブデザインとか、うんうん、そういうのはやってるけど、絵心とは違う能力なので、うん、だから僕はバーチャルな世界で物を作ってることが多いかもしれないですね。あー、なるほどなるほど。立体物とかっていうよりはっていう。そう、立体物苦手立体物作るのって、うん、変なところで精神を消耗しちゃって、はい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 、前も言ったけど、そのコスプレ衣装を作るのやめたのは、あー、ゲームできなくなっちゃうし、部屋が結構汚れたりとかするのね、あの糸が出ちゃうから、切って落ちたりとかして、あー、もう落ちてる糸みたいになるのが気になっちゃうのね。そうそう。じゃあやっぱりフェルトを作るってなったら、まあ、家で作るというよりは、まあ、どっかお伺いして、うん、そこでイベント的に作るとかの方がきっといい、の方がいい、うん、
なるほど。毛がね、ほわほわ、ほんとすごいからほわほわ。あ、そうなんだ。へえ。はい、ひくらじネーム野菜人さんからいただきました。ありがとうございます。磯村さん、シモンさん、こんにちは。こんにちは。ラジオ毎週楽しみにしてます。少し気が早いのですが、お二人の今年ナンバーワンゲームは何でしょうか。いろんなゲームをプレイされてると思うので、ぜひお二人の個人的ナンバーワンゲーム知りたいです。ちなみに自分は P5S とドラゴンボール Z カカロットで迷って30分考えた結果、ドラゴンボール Z カカロットになりました。ほう、今年か。今年発売されたものみたいな括りだと、うん、私毎年 4D エマーさんでそういう記事を書かせていただくんですよ、うん、で今年発売のものはほんと少なくてね、私やってるのが。あ、そうなんだ。今年発売のものって括られると厳しい。結構前に発売されたものとかを消化していたので。あ、そうかそうかそうか。あの、買ったは買ったよ、うんうんうん、桜姫とか買ってるけどまだプレイしてないんだよね。やろうかな明日。明日明日もう急に配信、テスト配信しちゃおうかな。うん、ありだと。そうね。そうなの。今年って言われるとなかなか難しいかな。僕なんだろうな。絶対13期兵防衛権になるよ。今年発売してないでしょ。そう、今年発売じゃないけどね、1年経ってるから。ねえ、アプリでもいい。どうぞどうぞ。勇者の飯っていうアプリをやってます。ほう。ちょっと可愛らしいデフォルメされたキャラクターがテコテコ歩いて、うん、なんかすごい簡単操作で戦うみたいなやつで、うん、まあ、いわゆる放置系ゲームなんですよ。はい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 。美味しそうなご飯を店長が異常なスピードで作って、それを売りさばいたお金で能力が強化されていくっていう体なんですけど、なんかね、そのゲームがとにかくちょっと自分的にはヒットしてて。へー。どうしてもね、アプリってガチャとか、あとなんかこう対人戦とかそういうのがあるんだけど、このゲームとにかくね優しい。なんかね、賞を最近取られてて。へー。何だったかな、ちょっと待って。なんかね、私もでも見たかもしんない、その流れてきたやつは。これこれ、勇者の飯が2020年 Google ベストインディーゲーム部門で日本を含む6カ国で選ばれましたって書いてある。へえ、時間も取らないゲームなんで、もしよかったら皆さんプレイしてみてくださいっていう感じですけど、結構これ面白かったですね、僕的には。なるほど。なんだろうな、アプリもそんなに私今年って感じじゃないしな。あ、そうだよね、ずっとやってるアプリだよね、うん、きっとね。新しいものやんなきゃな。なんかね、ゴーストオブツシマやろうって思ってたけど。ああ、そうね、あれはちょっと気になってやりたいけどね。すごい、もう本当、うん、映画やんって思ったし。でもあれ酔っちゃうやつ。酔っちゃいそうだった。そう、私もなんかね、あのデモプレイはい、はい、普通に大型量販店さんで店頭とかで見てただけでちょっと、うん、これってなって本当はね PS5 当たってるはずだったから。ああ、そう当たってる予定だったから、デモンズソウルとかやってるんだろうなって思ってたんだけど、当たらんわ僕もな、 PS5 を買ってスパイダーマンをやってるはずだったんですけど。おー、まあ当たらんことにはね。そうなんだよね。 PS4 でもできるらしいんだけど。ああ。わかるわ。私ね、本当に困ってるのが、ギルティギアの新しいのが出るじゃないですか。はいはい。で、PS4 版か PS5 版の予約が始まってるわけですよ。うんうんうん。私は手に入れられるかわかんないから、PS5 版っていう、なんかね、PS4 で遊べた方が、感想をすぐね、タイムリーに言えるし、うんうん、何世出演させていただいてるから。まあそうだね。今回ね、うん、エイプリルちゃんちょっとデザイン変わったんですよ。あ、そうなの？メガネかけてて、可愛くって。いろいろゲームはね、手をつけていきたいというか、やっていきたいから。うん、でも積みゲームを崩していきたい。セールとか言われて買っちゃって DL しちゃうじゃん。そうね、どん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 溜まっちゃって。わかるよ、 DL って手軽な分ね、大変、あの、見えないから物理的プレッシャーがないもんね。そうなの、そうなの。最近本もそうなんだよね、 Kindle とかで買っちゃって。あー、なるほど。一気に買っちゃって全巻そうなんだ、やばいね。最近ね、そっちさんの財布の紐がちょっと緩いかもしれないって話があったからね本当にね、経済回すとこよみんなで回すぞ。新しいキャラクターだな。回しとくよ、経済回しとくよ、お願いします。そんなにない、はい、たくさんのお便りありがとうございました。続いて今週のコーナー行ってみましょう。エゴを解放せよ、自己肯定感向上ミッション。番組内で番組の企画会議をさらけ出すコーナーです。
超久しぶりに自己肯定感がギュイーンとする企画を考えましょう。アプリに関するお便りいただいてるので、そこをちょっと今日ババッと読んでいきたいなと思ってます。フラジネーム大きなミニブタさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶり。磯地さん、シモンさん、こんばんは。こんばんは。ヒクラジのアプリインストールしました。おう、ありがとう。デザインもポップで素敵ですし、メインテーマの低血圧がじっくりと聞けて幸せです。個人的にはアプリに番組へのメールフォームがついていると便利かなと思いました。そしてよろしければどこかに三つを登場させてやってくださいこれからも応援しております。ではまた。ありがとうございます。番組のメールフォームはつく予定なんですよね。お、いいところをつきますね。ええ、実は次のアップデートで早速ここにやったぜ。これはね、言ってましたからね。まあ、なんとどれぐらいになるか分かんないですけど、アップデートを開発チームと進めておりますので、そちらをお楽しみにしてください。日向井さんがね、高田兄貴の高音質なメインテーマが聞けるよっていう風にツイートしてくださって。あ、そうですよね。それをね、高田兄貴に言ったんですよ私。そしたら、これは高音質な低血圧だね、で半語としては低音質な高血圧みたいな話になって、すっごいどうでもいいなって思ったなんだこれなんかニキそういうの面白いよね、ニキ の独特のリズムがすごい好きなんだよな。わかるわかる、発想力が。あそこから英雄の証も低血圧も生まれてるんだよな幅が広いぞ。ひくらじネームショタル、あ、ひくらじネームショタルラークさんからいただきました。君はマビノギ勢だな。マビノギの民だねマビノギの民が来たぞ。ざわ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 、色めき立つ我々なんだ、イソッチ&シモン、ヒクラジは、ヒクラジはヒクラジはコンビみたいになってる。アプリをインストールしました。わー、ありがとう。声優さんのラジオの公式アプリってあまり他にない気がするので、今後が楽しみです。お、確かに。デザインはアプリの開発チームがしているんでしょうか。アオイちゃんはまさかの女性ですか。見習いの方もいるなんて、頑張ってくださいとお伝えください。はい、まあ、これはシモン氏からね、いろいろ発表していただいた方が、そうですね。アプリの開発はそのアオイちゃんっていう方と見習いの相原さんというお二人で基本やっていただいてるんですけど、デザインは実はこれ僕なんですよね。アイコンとかもね。そう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 。アプリのデザインをしたこと自体は初めてだったので、ちょっと拙いところもあったりとか、あとデザイン作った通りに実装も難しかったりとかもして、完璧になんかこうデザインの思想が反映されてるかっていうとそうではなかったりするんですけど、で、アオイちゃんっていう方にアプリの開発をお願いしてて、今回のこのプロジェクトから初めてアプリというかプログラミングをやりたいですっていう方で、相原さんっていう方がプロジェクトに参加していただいて、葵ちゃんが女性かどうかっていうのは秘密にしといてくれって本人から言われたので葵ちゃん、葵ちゃんね、葵ちゃんで思い出す葵ちゃんは誰ですか。結城葵ちゃんですあー、なるほど、そうか、はい、なるほど。私すっごい古いんですけど、はい、ウィングマンの葵さんを思い出しましたドリームノートね。桂先生の昔の絵柄も素敵よね。やっぱ魅力ありますよね、あの時代のね。うん、本当に少年ものを描かれてた時の、あ、ビデオガールとはまた違った時の桂先生も素敵だなって改めて思っちゃ う、ね、今日の配信を聞いた方はアプリの開発してる葵ちゃんは葵さんになってるかな。ウィングマンのビジュアルで結城さんの声がついてる感じになってるんでしょうね、きっと。あ、いいね漫画とか描く時には葵さんにああいう感じにしましょう、まあ、開発チームもこのラジオ聞きながらやってくれてるので、いろいろあったらいただけたら嬉しいかなと思ってます。あのね、私のお友達が質問してたんですけれど、アプリの開発の名前が個人の名前じゃん、うん、そうなんですよ。本当は僕の名前で配信する予定だったんですよ、うん、ところがここすごいトラブルあって僕の名前で配信できなかったっていう。アカウントを取ってアプリ用のお金も払ったんですけど、そう、お金も払ってたのに使えなくてただただお金を払ったっていう、闇に飲まれていったアカウントがあるんだよっていう。そうです。なんかね、そういう話が聞きたいっていうリクエストもらってたんで結構開発のね、エピソードはあったりするので、何かの機会に。そうですね、エピソード出してくださいよ。お話できるところからお話させていただきますね。はいはい、はい、ではひくらじネームりつこさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。磯地さん、シモンさん、ひくらじは、ひくらじは、ひくらじは、ひくらじアプリのリリースおめでとうございます。早速インストールしたところ、馴染みのタイトルコール&テーマソングでテンション上がりました。私は途中から聞き始めたぜなので、これを機にバックナンバーをアプリで聞いていこうと思います。私は指紋氏経由でラジオを知って聞き始めたのですが、ゲームにあまり詳しくなく、
会話の大半はわからないことが多いのですがごめんなさい。すみません。そんな私でも自己肯定感低めという共通項とお二人のトークの雰囲気と磯地さんのお声が好きで、まあありがとう、毎週楽しく聞いております。そして先日リビングで流していたところ、夫にお二人のゲームトークがめちゃめちゃ刺さるということが判明しました。え、今キムカッファンの話してた？とかメガテン懐かしいななどと口を挟み、ラジオの中の磯地さんに相槌を打ち、最近ではひくらじ聞かないのと夫からリクエストしてくるようになりましたよ。シモン氏と同年代なのもあってかいろいろとドンピシャなようです。そんな感じで夫婦で楽しく聞いております。長文失礼しました。これからも応援しています。まあありがとうございます。夫婦でリスナー、ね、ゲームにあまり詳しくなく会話の大半は分からないことが多いのですがの何ですかね、この罪悪感というか反省点ですね。自己肯定感低めがないとやばいですねこれは。ね、多分このリツコさんは僕の想像してるリツコさんだと思うんですけど、ほう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 、お知り合いの、まあなんかシモン氏経由って書いてあるし、そうなんでしょうね。シモン氏と同年代って書いてるから多分僕の年齢が分かってるぐらいの距離だ。うん、あ、そうそうだね、確かにそうだ、言われてみれば。そっか、リツコさんご結婚されてたのかみたいな、なんかそういうそういう感じ、そういう感じ。今あんまり連絡取ってなかったみたいな。今は連絡はそんなに取ってなかったけど仲は良かった後輩の子かなと思ってますけどね、多分、ね、ほうほうほう、想像した通りのリツコさんなら自己肯定感は低い感じがするかもしれない。どうかな、リツコさんはウィングマンは分かるかな分かんないだろうな、どうだろうな。そっか、でどうでしょうね。ね、こういう方も聞いてらっしゃるってことだからエピソードトークの幅を広げないとダメですね。そうですね、なんか前もちょっと言ってたけれど、あの夢診断とかできるようになるとまた、あ、そうね、広がるんじゃないですか。確かに、まあ、私が仮面ライダーアマゾンに追いかけられる夢と今三井さんに怒られる夢しか見てないんですけど今のところここで発表してるものは。でも夢診断の場合はあれかな、アンケート形式というよりは聞いてもらわなきゃいけないのかな。私がこういう夢を見ました、どうでしょうかみたいな、そういう感じかな。ラジオでやり取りしてもいいよっていう夢診断できる方を探してみるか。あ、募集してみますか。募集してみますどうやってあの夢診断は能力を磨いていくんだろう。ね、難しいね。出典とか出せば、うん、我々がなんか本からこう書いてありますねっていう解説はできるのかな。許可を取ればできるかもしれないですね。ね、なんかそっちの方が実現度はね高いけど、本には仮面ライダーアマゾンは載ってないから。まあ確かに。あと三石琴乃さんも多分載ってない。まあわかんないよ、でもそれは憧れの人とかどうなるかもしれないじゃん。なんか象徴的なのは出るけど、うん、三石琴乃さんは例えばね、そっちから見たら憧れの人であり怒られたい人とかお姉さんとかいろんなポジションがあったら何と定義するのかは、まあ、そっちのさじ加減になっちゃうもんね。確かに確かに。夢診断は密に連絡を取らないと。そうね、奥深いな。せっかくほらアプリもできたから、うん、夢辞典みたいなスピリチュアルだな。なんかそうだね、コンテンツも考えつつ、うん、アプリでそれをどうやっていくかみたいなもんちょっと考えていかなきゃダメですな。とりあえず三つを出すところじゃないですか。三つを出してもいいけど自己肯定感低めラジオっていうあのタイトルコールがあった後にトコ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 って歩いて今座ってない。あ、そうか、じゃあ座っているのが浮いてシュー膝だけでこの跳躍お、ツェペリさん、うん、何かしらで三つをの居場所を確保しています。はい、はい、以上自己肯定感向上ミッションでした。ひくらじ、ひくらじエンディングの時間となりました。あ、どうでしたか今日ちょっとよくわかんないですね。バニーマンやって、うん、まあ1時間半もやってると疲れるわけじゃないですか。そうだね、1時間で終えたかった。切りよく終わらせるにもゲームのスキルが必要だなって。わかる、本当はねクリアしてわーいって。そう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 。あれじゃない前の面クリアしたところで止めるべき。でもほらあと2面で氷のステージもクリアで、これちょうどよくいけるんちゃうんかっていう欲が出ましたね。はあ、はあ、難しいね。いやあれはむずいね。はい、これでおしまいです今日はって言ってるところがぼんやりしても最後なんだろうねあばばばばばばみたいになっちゃって私もよくわかんなくなっちゃって、終わるまでが配信だなって思う僕はちょっと慣れてきた感はあるんで。おすごいプロよ出た人を煽るときに使うやつやそれよ先生、この先も実況は
何かとやっていくと思うんでね。実況の時って喋る言葉考えるよねって言われた時の私の全然って言ったあれがもういや俺結構考えて喋ってんだよなみたいな言ったらちょっとえみたいな。だからあんななんかおギャバブーとか言い出してるんだよねおギャバブカウンター入れたら結構な数だぜ。どうなの、バニーマンで他でおギャバブー使ってる人いらっしゃるのかしら。いやわかんない、ちょっとわかんないけど完全に最後の方もなんかおギャバブプレイみたいな感じになっちゃってたからなんかいっぱいあれよ、おじゃばぶ、おじゃばぶ何回言うね、おじゃばぶの話じゃやめようよくわかんないちょっとおじゃばぶとかやめよう。本当だよ、紳士淑女のラジオですよこれ。別におじゃばぶ悪くないしまあ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 、行きましょう行きましょう次はい、番組では皆さんのお便りを募集しています。概要欄に掲載しているひくらじ公式サイトからお気軽に投稿をお願いします。募集しているテーマは質問感想自己肯定感ひくひくエピソードなど自由にお送りください。ふつおた、チャレンジしてほしいことやアプリのアップデート要望などひくらじを広げる投稿をお待ちしています。自己肯定感向上ミッション、我々に熱くプレゼンしてほしいお題を募集、エゴ爆発ライトニングトーク、あの作品を探せ、捜査情報と案件依頼どちらも OK、 思い出公開捜査となっています。次週思い出公開捜査、解決編ですか、それとも迷宮入りなんですか、ドキドキ、どっちかな気になりますねはい、1週間なんてあっちゅう間やキャラ崩壊してんないやでも本当にあっちゅう間ですよ。このまま年末になっちゃうから、ああどうしよう、年末の配信のスケジュールどうしましょうか。そうだね、年末なんかやります、クリスマスのなんかアカシアサンタ的なのやる。ああそうだね、自己肯定感低いやつのスペシャルみたいな、ベストオブひく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 エピソードになんかいそっちから特別に何かを、うちに余ってる、余ってるっつっちゃダメだペルソナストーカークラブのステッカーとか他の番組のアイテムを送ったらか、でも私が厳選したグッズとかをもうそうするとな、個人情報とかいただかないといけないからな、まあ、それも悪いな、ね、難しいとこではある。まあ、でもこれを聞いて、いやいやなんか全然なんかグッズとかもらえるんだったら住所ぐらいって方とかね、まあ、でも何にせよクリスマスといえばねハッピーな出来事も多いですが、今年はそうだよ、出れないしパーティーもできないからひくひくで集まりたい感じじゃないですか。そうだね、やりますか、ひくらじサンタのクリスマス、ちょっとこの後考えます、考えます、はいそれでは自己肯定感低めラジオ今週はここまで、お相手はイソッチこと磯村智美とシモンこと橋本優希でした。バイバーイ。